Ladies and gentlemen, go!一人のプレイヤーがドリブルを続けていると、他のプレイヤーはどうプレイしてよいか分からず、その場に立ち止まり、ドリブラーの様子を見つめるだけになってしまいがちです。そうなれば、ディフェンス側はボールに集中でき、強いチームディフェンスの体勢を敷いてしまいます。オフェンス側はパスとカットを効果的に使って相手ディフェンスを崩し、チーム全員でシュートチャンスを作ります。インサイドへのフラッシュカット、外側に広がるフレアーカット、円弧状に動くシャローカットなど、さまざまに呼ばれるカットがあります。これらは直接シュートに結びつく動きにもなりますが、スペーシングを作り出すために、あるいはボールを展開するためにも有効です。ディフェンスの様子を見て判断して動きます。ポイントは動き出しのタイミングとその時の外足の蹴りです。ピックアンドロールはボールを持っているプレイヤーとの間で行われるプレーです。ボール保持者のディフェンダーにスクリーンをセットします。これをピックと呼んでいます。スクリーナーはディフェンダーの肩を胸で受けるポジションにスクリーンをセットし、ディフェンダーを止めたらゴール方向に移動します。レベルに関係なくよく使われます。コート上のどのポジションでも行われますが、ウイングで仕掛けられるのが多いプレーです。他の3人は逆サイドに位置します。スクリーナーは両足を広げ、しっかりと踏ん張ります。力強く安定したスクリーンをセットします。手は体の前で交差させて組み、ディフェンダーを手で止めたとみなされないように体から離してはいけません。ディフェンダーを止めたらロールします。ボールマンはスクリーンをかけようとしているサイドとは反対サイドに一度ディフェンダーを引き寄せる動きを行います。すいません、もう一回ありがとうございます。そうだろ、和やかにするためにすいません。全身戦わせる、そして展開となるので、非常に全然違う。